今日の瞑想へようこそ。今回のテーマは判断です。誰かをジャッジしている自分自身に気づいたり、逆に誰かに一方的に決めつけられた経験はあるでしょうか。多くの場合、これは二人がそれぞれ持っている基準、または真実が一致しないときに生まれます。今日は一緒に私たちの判断について考えていきましょう。ジャッジメンタルな心は私たちを盲目にし、今日はそして傷つけます。2回目です。夜空、自分自身と朝日の下で傷つけない方法をみんなで瞑想してまいります。皆さんもどうぞ。息を沿わせて吐く息と一緒にほぐしてあげます。彼のどんなところを責めていますか？それではゆっくりと目を開けていきましょう。今どんな気分ですか？パンプスクール。改めましてメンバー紹介をさせていただきたいと思います。第1回目から続きまして、もちろん部長はさくらさん。ナマステ。さくらです。ヨガ部長です。よろしくお願いいたします。そして今回参加となりますが、副部長のカリコメルチアさんです。どうも、はじめまして、カリコメルチアです。高校生の時はリアルにヨガ部で部長してました。よろしくお願いします。好きなポーズはシャバーサナです。一緒一番いいよな。そして私、学級委員長隅田川智子と部員のマイノ。マイノと申します。トウヤです。はい。そしてマークの爆弾こと、ゆかりさん。はい、爆弾です。ナマステ。そしてマークの天然ボケ大阪娘の全部彼女のイメージ違う。ようです。でも事実、事実というわけで、本日も瞑想から始まりました。ここからはさくら部長のにお任せしてヨガを進めていきたいと思います。お願いいたします。よろしくお願いいたします。そしたらでは早速ヨガを始めていきたいと思います。お願いします。じゃあまず一番初め、あぐらの姿勢になってもらってあぐらの姿勢になったら、かかととかかとと恥骨を一直線にして、で一回両手で左右のお肉、お尻のお肉を避けて、座骨2つでしっかりとマット捉えていきます。両手は柔らかく膝の上に置いていきましょう。そしたら怖くない方、少しだけ目を閉じて自然な呼吸に目を向けていきたいと思います。両手を横からこう円を描くようにして上げていきます。吸って、で上で合掌して、吐いてぐーっと胸の前に下ろしてきます。そしたら胸の前で次手を組んで、息吐いてぐーっとおへそのぞき込んでいきます。この時に肩甲骨を広げていくイメージで、左右にゆらゆらって揺れていきましょう。左の腕をさ、こうやって空にこうぐーっと持ち上げていくようなイメージ。そうそう、ここで少し脇腹を広げて呼吸を脇に入れていくイメージ。
横で少し呼吸。この胸を開くポーズは気持ちを前向きにしてくれる効果があるって言われています。でそしたら一回あぐらでちょっと固まっちゃったと思うからパタパタパタって、でこの時にトン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 って足もリラックスしていきましょう。あれ OK。 そしたらゆっくりと動き止めて両足をポイント、つま先立てて天井に向けていきます。そのままぐるーっとゆっくり大きく円を描いていく、つま先で。で前に来るときは息を吸って、遠くを回すときは息を吐く、吸う吐く、自分のペースで大丈夫です。四つん這いの姿勢に移っていきたいと思います。そしたら吸う息で背中まっすぐにして、吐く息でぐーっと手でマットをしておへそも吹き込んでいきましょう。OK。 そしたらゆっくりと動きを止めて体まっすぐにしていきましょう。そしたらそのまま左足をお尻と同じ高さまでアップ、でいける方は右手肩と同じ高さまでアップして、視線は正面です。で息を吐いて背中グーッと丸めて、おでこと膝をタッチするようなイメージ。そしたらそのまま後ろの膝を曲げていきますよ。後ろの足をぐーっと上に持ち上げて、胸を開いていきます。ここで少しキープ、呼吸が止まらないところで大丈夫です。ヨガは痛いポーズをするのはダメなので、自分に無理はしないように。ヨガは本当に無理はしなくて大丈夫、リラクゼーションなので。ここでお腹に力を入れて、体一枚の板になるようなイメージ、お尻にもちょっと意識をしてあげましょう。次の吐く息でぐーっと背中丸めて、おでこと膝タッチ。動けてないやん。パンプスコー。チャイルドポーズで少し呼吸整えていきます。そしたら次膝立ちになっていきましょう。 OK。 そしたらそのまま右足を横にぐっと伸ばしていきます。この時に行ける方はつま先を外側で、ちょっと難しかったら斜めでも大丈夫です。そしたら吸う息で左手を横から立てる。そしたら吐く息で体このまま右にぐっと伸ばしていきます。このままこっちの足を折って、そうで右手で掴んで、あれルーチー先生で次に吸う息で後ろの足をぐるっと蹴り上げていきます。後ろので胸を開いていく。そしたら右足を、手と手の間にセットします。で後ろのつま先を立てて、そしたら次の吸い気でぐっと後ろの膝を持ち上げていきましょう。で両手はカップハンズって言って、指先で軽くマットを捉える。でここで少しね、股関節をぐっとこう伸ばしていく、ローランジのポーズで全身の血流を良くしてくれます。で右足後ろに引いて、一回ダウンドックで肘が出すみたいです。でここで一回足踏みをしていきます。パンプスクール。グループクールダウンしてシャバーサナに入っていきましょう。チャイルドポーズが大好きです。私もチャイルドポーズとシャバーサナ大好きです。でもヨガ
ガはこうやって力をこうグッと入れるときと緩めることでよりリラックス効果を感じるので、きついポーズも大事です。リラックスのためには OK。 そしたらゆっくりと仰向けになっていきましょう。左足の上の方に右のくるぶしセット。さあ中に空洞できるから右手を中に通して、で左手も使って左のすねかももの裏を掴んで、息吸って吐く息でぐーっと胸に引き寄せていきましょう。そしたらゆっくりと両足マットに下ろして伸ばしていきます。そしたら口から息吐き切っていきましょう。そしたらこのまま空を見上げて見つめてもいいし、目を閉じてもいいので、少しお休みのポーズ、サバーサナを取っていきます。体のコントロールをすべてマットに預けて、呼吸のコントロールしなくて大丈夫です背中のマッサージ。じゃあこのまま体を右か左どっちかに倒して、体をゆっくりと起こしたら楽な姿勢で座っていきましょう。いってー、痛いやんな。あ、毛虫に刺された。やばい、どけどけどけ、一回どけどけ。パンプスクール。それでは皆様、楽な姿勢になっていただいて、毛虫に刺されるというアクシデントが起きましたけども、はい、無事にこれでヨガクラス終わったけど、トーヤ大丈夫でしたか、初めてのヨガクラス。結構激しいな。結構ね、確かに意外と今日激しかった。もっとゆっくりなヨガクラスもあるんだけど、今日はちょっと体動かし、体幹鍛えめで。あ、でもなんか歯、がなんかリラックスするみたいな、は分かってきた。分かってきた。いい感じですね。あの、程よく風もあってめっちゃ気持ちよかったです。あ、私はただ今日あの参加しただけなので、うちの部長が多分全部動かしてるので、今日はすいません、いるだけで。すいません、すいません。そう、おいらね、100均の330円のマット使ってるもんだから、使ってるもんだから、薄っぺらい上に狭くてあーってなっちゃったけど、途中から諦めて泥踏みました。でもなんか泥は泥で気持ちいいけど、今日お腹すきすぎてさ、集中できないかなって思ったけど、気持ちよかったです。でも後で食べようご飯。え、食べよう。しかもあのご飯食べた後ね、すぐはヨガしちゃいけないから、よかったよ。お腹すいてて。あ、よかった。あ、よかった。お腹すいたけど、ルチアちゃんと食べに行ってきます、ご飯。イエーイ。あそこにかき氷あったの。え、食べる食べる食べる。え、かき氷大好き。この前3個食べた。え、食べ過ぎじゃないですか。お腹壊しちゃって。マーボーライス、ね、絶対に食べよう。いや、ぜひとラーメンと焼き肉。気づかんかったと思うけど、二日酔い。えい、このボケが痛かったけど、それもなんか途中から、あ、自然の中でやってるし、アリとかもおるけど、なんかこれが自然なんやなって感じるようになったよ。これの後にめっちゃ蒸し上がってる動画を流して流してほしい。わかるわかる。さっきの言葉とはっていうのをつけてね。
初めは少し私の心が曇っていたんですね。でも少しずつ体を動かしていくうちに、脇場から覗く青空が少しずつ綺麗に見えていきました。あれ、朝見てた景色と違う。そう感じました。やはりヨガっていいですね。そう感じました。今日はいろいろなハプニングもあり、ちょっと集中力が欠けちゃったりもするんですけど、それも含めてそういうのに気づくってこともすごいね、大事なことなので、初めの瞑想の通り、いい悪いでジャッジせず、これからも心フラットにパンプマネジメントやってまいりたいと思います。それでは胸の前で合唱お願いいたします。皆様、じゃあ皆さんね、今日こうやって自分のためにこう時間を作れた自分にまず感謝をして、でね、この環境にも感謝してありがとうございました。ありがとうございました。あはははあらたたたたたたもしかしてオペラ系だ、オペラ系だ。すいましてあっちにだ、ねえ、見てこの髪型、これじゃあお猿さんだよね。モンキッキー、誰お猿さん呼んできたの？モンキッキー、モンキッキー。